こんばんは、ガモンティです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。本日はのんちゃんの散歩がてらに写真を撮りたいなと思って今目的地に向かっています。のんちゃんは基本的に散歩中、この場所にその公園に着くまでは一切歩かないので抱っこで連れて行っています。調子がいい時は公園から家に帰るまで歩くこともあるんですが、今日はどうでしょうか。本日はカメラのレンズを魚眼レンズで撮りたいと思います。詳しい品名は忘れたので字幕に書いておきます。魚眼レンズです。正直魚眼レンズにつきましてはあまり使用頻度がなく、うまい使い方もわからなかったです。ただいろんな口コミとかそれで撮った作例などを見てみたらいろんな使い方ができるなと思ったので、今回練習がてら撮りに行こうと思います。本日撮った写真はこの後のスライドショーに載せますので、ぜひ見てみてください。それでは写真になります。というわけでスライドショーは以上となります。魚眼レンズはなかなか難しいなと思うことがたくさんあるんですが、しっかり練習して面白い写真が撮れたらいいなと思います。それでは本日の動画は以上となります。最後まで見ていただきありがとうございました。この動画が良かった方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた明日の動画で。